お疲れ様です。最初にですね、静岡蒸留所を運営しているガイアフロー株式会社が10周年を迎えたということで、今年の1月17日で10周年なんですね。でこちらはですね、静岡蒸留所がウイスキーを生産開始してから10周年という意味ではなく、これは2016年からなんですが、ガイアフローといえばインポーター、ね、をやっているので、そのインポーター業、ガイアフロー株式会社を立ち上げてから10周年ということで、なんとシングルカスクが2本発売するということです。そしてこれは自社からの発売という形ではなく、ブラックアダーからの発売です。ブラックアダーっていうのは、イギリスのね、インディペンデスボトラーなんですが、ブラックアダーローカスクシングルモルト静岡2018、3年、カスクナンバーが781、そしてもう一本はカスクナンバーが1357の、日本大麦 100% 日本ワインダル熟成というものを発売します。はい、まあ、その名の通りですね。で3月18日金曜日より数量限定で発売ということでね、もう実は発売してるみたいです。こちらなんとね、抽選販売もこれからあるそうです。この抽選販売はですね、ガイアフロー株式会社の運営するウイスキーポートっていうね、オフィシャルサイトから、応募できるみたいなんですが、詳細はですね、ガイアフロー株式会社は2012年にイギリスのウイスキーボトラーブラックアダーの正規輸入代理店としてウイスキー業界に参入したということです。以来取扱いブランドを徐々に増やしながら、2016年より、静岡蒸留所を稼働させウイスキー作りを開始したということなので、一番最初がこのブラックアダーのね、取扱いからだったからこそ、今回はブラックアダーから発売するということみたいです。これはね、ブラックアダーの代表でもあるロビン・トゥチェックさんが、樽を選んだということなんですよね。ガイアフローにとってはですね、初めてのシングルカスクウイスキーということで、ブラックアダー特有のローカスクシリーズっていうのがあるんですが、それのね、手法が使われています。木のね、木片が入ってたりするんですね。まあ、極度な物理ろ過を行わないというブラックアダーのこだわりなんですが、まあ偶然入ってしまったという体にはなってますね。はい、でこの1本目、スコットランド産ノンピート大麦を 100% 使用してて、蒸留機 K 軽井沢のね、元軽井沢の蒸留機で蒸留し、バーボンダルで、3年間熟成したもので、アルコール度数なんと 64.9% めちゃくちゃ高い。そして、瓶詰め本数は、199本、国内販売本数は60本ということで、結構少ないですね、国内ね。価格はね、15,555円、まあ、5がね、静岡蒸留所といえばラッキーナンバーなので、そういう金額になっていますね。そしてもう1本、カスクナンバー1357の日本大麦 100% 日本ワインダル熟成の方はですね、日本を極めたジャパニーズウイスキーの誕生ということで、国産のノンピート麦芽を 100% 使用してて、蒸留機 W、 これは、巻き直火蒸留の方の初流釜です。それで蒸留し、国内一流のワイナリーからの赤ワインダルで3年間熟成ということで、アルコール度数は 61.1%、 そして、瓶詰め本数は177本中、国内販売は60本ということで、価格がちょっとね、高いです。24,332円。はい、まあ何でもね、国産のものは高いっていうことなので、大麦でもね、最低でも3倍ぐらい、したりするんですって。最低で3倍ぐらいですからね、高いものはもっと高いんでしょうから、こういう価格になったんじゃないかなとは思います。で注意書きが書かれてるんですが、一般の小売店での販売はありませんというふうになってますね。主販店様へのお問い合わせはお控えくださいとなってます。あとは本商品に関するお問い合わせについてはお答えかねます。抽選方法などは弊社メールマガジンでのみお知らせしますということなので、基本的には決まったところにしか、卸してないのかもしれないですね。で僕たち一般の人間にも手に入るこの唯一の方法、抽選販売なんですが、こちらはね、3月29日に、配信されるメールマガジンにて案内するということなので、メールマガ登録ね、行ってない方はね、今のうちに、欲しい方ね、抽選販売応募したい方はメールマガ登録をしておくといいんじゃないかなと思います。一応ね、リンクの方は概要欄に貼っておきますので、僕も、応募してみたいと思います。
はい、続いて新商品の紹介なんですが、こちらはねまだ入手が可能かもしれません。ワットウイスキーというねキャンベルタウンに新しくできたボトラーが割と市場に出てるので、もう名前をね知ってる方もいらっしゃると思うんですが、それのですねセカンドレンジ、通常のあのワットウイスキーのラインナップとは別のシリーズですねということです。別シリーズっていうことですね。なかなかね個性的なラベル、まあこれはね分かる人なら分かりますよね。思いっきり有名映画のオマージュばかりなんですが、これだけで欲しくなる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。詳細はですねイングリッシュウイスキー2011、多分イングランドのセントジョージズ蒸留所で作られてるイングリッシュっていうね、ウイスキーあるんですが、それだと思います。紛らわしいですよね、なかなかイングリッシュウイスキーって名前を付けられちゃうと。オフィシャルでもねイングリッシュウイスキーという名前で発売してるので、ちょっと検索が難しいという感じになってます。であとはアードマー2009、11年熟成マノックモア2008、12年熟成、そしてグレンアラヒ2008の13年、アンオークニー、これは多分ハイランドパークでしょうね、アンオークニー2007が、14年熟成で、ポートダンダスは閉鎖蒸留所のグレーンですね、はい、21年熟成ということで、この6種類がね今度発売します。出荷の方は4月7日から出荷になるということなので、今のうちにね問い合わせておくと買える可能性が結構高いんじゃないかなとは思いますね。このワットウイスキーっていうのはキャンベルタウンに2020年にできたばかりの、ボトラなんですが、ワット夫妻、はい、この2人がウイスキー業界でね20年以上のキャリアをもとに立ち上げた会社で、このセカンドレンジはですねザ・エレクトリッククーシリーズという名前がついています。このシリーズは20年来の親友であるデビッド・スタークと厳選した樽をボトリング、フロントラベルは目を引くポップなデザイン、バックラベルには彼らのエキサイティングなコメントが表記されるなど2人の遊び心が満載のボトリング。ちなみにねこのシリーズ名っていうのはこの2人のね名前をもじったもので、まずワットっていうのはワット夫妻のねこれ名字なんですが、このワットっていうのを、まあ、電力の単位ワットっていうのあるじゃないですか、それまあエレクトリックパワーですよね、電力の単位ったらね電力、それでエレクトリックをまず取って、そしてスタークっていうのはデビッド・スタークさんのスタークね、スタークっていうのは、拳っていう意味があるみたいですね、そこから若い牛を食うという意味ということに書いてあるんですが、ちょっと分かりませんでした。まあそこにかけてるってことなんでしょうね、2つを合わせてエレクトリッククーというシリーズにしたということみたいです、はい、こちらはねワットシリーズといえば何といっても価格帯、コストパフォーマンスのいいことでも知られているので、どれもですねなんと約1万円です、はい、まあざっくり言いましたが、だいたいねイングリッシュウイスキーも8800円とか、アードモアも9000円、マノクモアも9000円、グレンアラヒは13,333円、アンオークニも11,933円、ちょっと高いですねこれはね。でポートダンダスが16,000円とね、かなりボトラーズとしては買いやすい値段なんじゃないかなと思います。アルコール度数もどれもね 50% 以上です、はい、だから通常のオフィシャルのレギュラーラインナップとか買うより度数はまあちょっと高いんで値段もねその分上がるということで、まあ、許容範囲だとは思います。熟成年数もどれも10年以上ありますしね、まあ、ポートダンダスはグレーンなのでね21年でも16,000円ということでね、かなり買いやすいですよね。こちらはね、日本ではウイスクイーさんが正規代理店をやっているので、ウイスクイーさんの、ウイスキーがね入荷するようなお店に問い合わせると、もしかしたら購入できるんじゃないかなと思います。映画ファンの人もね結構見逃せないようなラベルになってるんじゃないかなと思いますけど、僕もね、ちょっとどれかね購入しようかなと思ってます。全部はね買わないかなとは思ってるんですけど、気になるものをちょっと購入してみようと思っています。はい、今メインチャンネルね撮影が終わったところなんですが、ちょっとおまけとして、今回はねグレン・グラントのねメジャーリザーブと、あとはアルボラリスね、大人気の、はい、グレン・グラント、去年はね相当売れたみたいですね。そしてこのメジャーリザーブなんとね、終売なのかな、多分終売だと思うんですよ。なので、まだね市場に残ってますので、今回は飲み比べ
していこうと思います。まあちょっと軽く、そのまま飲んで、あとはハイボールでね飲もうかなと思うんですが、価格帯的にはまあ同じぐらいなんですよね。だけどこっちはねスクリューキャップ、そして、こっちはコルクというふうにちょっとね差別化が図られてます。どうしてなのか、まあ、ちょっとこの高級感があることによっての、売り上げアップももしかしたらあるのかもしれません。通常のグレングラントと同じ、瓶を使ってますけど、こっちはちょっと安っぽい感じなんですよね。背もちょっと低くてね、うん、まあ、通常の瓶、はい、ちょっとブレンデッドウイスキーかなって思うようなこう感じ、シングルモルトなんですけどね一応。はい、ちなみにこのグレングラントはですね、イタリアでナンバーワンのシングルモルトウイスキーというふうになってるんですが、イタリアで発売してるのはね、あのグレングラント5年っていうのがあって、その5年がねこんな感じの、ボトルなんですよね、うん、こういうラベルも似てますね。ここにまあ5年というふうに書いてあるんですけれど、まあ、そちらのイメージからそのまま来てるのかなと思います。はい、それではメジャーリザーブからちょっと行ってみたいと思います、うん、意外とこうフルーティーな香りが結構強いなとは思うんですけど、柑橘系の香りがありますね。まあグレングラント全体に言えることですけど、かなり軽やかなね爽やかな香りですね。いただきます。うん、やっぱりもう最初に来るのはこのバニラ感、そしてクリーミーさがあるっていう感じなので、どっちかというとこうグレングラント10年とこう同じグループ内にいるというか、ちょっと連想させるようなそういう味わいですね。うん、優しい甘さすごい。軽いですねすごい。はい、次はアルボラリス。うん、アルボラリスはもうさらに華やかというか、柑橘感もあるんですけど花のようなねフローラルさもありますね。花の香り、うん、いただきます。うん、こっちもねバニラ感とか、あるんですけど、クリーミーさでいうとこっちですね。ほのかに甘くて、どっちかというとグレングラント10年、優しい味わい。そしてアルボラリスの場合は、フルーティーさがかなり増しているので、ちょっとツーンとくるね、果物の酸味みたいなものが感じられますね。こっちはねどっちかというとグレングラント12年に、通ずるものがあるんじゃないかなと思いました。酒質の面でいうとやっぱりどっちもライトでね、余韻もスパッと切れるようなすごい飲みやすいね、モルトウイスキーになってます。はい、最後にハイボールいってみたいと思います。いただきます。うん、やっぱりねこっちはね、バーボンダル由来によく見られるような青リンゴとか洋梨とかの感じがほのかにするハイボールっていう感じですね。ハイボールにすると超ライトになるので、ちょっと物足りない人は多いと思いますけど、まあ、食事に合わせるなら抜群じゃないかなとは思いました。もうごくごく喉越しでいけるようなねそういうハイボールですね。ちなみに1対3で作ってます、はい、次アルボラリス、もう何度も飲んでますからねこっちはね。うん、こっちと比べるとちょっと酸味のあるフルーツ、うん、華やかなねフルーティーさがハイボールからは感じられますね、うん、まあアルボラリスも相当ライトなので食事と合わせるっていう分では、まあ、全然問題ないと思うんですけど、うまいな。メジャーリザーブの方は正直言うとちょっと個性がね、なさすぎるなっていう部分もあって、その個性のないメジャーリザーブにちょっと香水振りかけたような、少しこうおしゃれをさせたような、そういう、違いがあるんじゃないかなと思いました。まあ、メジャーリザーブもね全然美味しいんですが、物足りないって感じる方はいらっしゃると思うので、わざわざこのメジャーリザーブ買おうかなっていう風に、ならないっていう気持ちはとても分かりますね、うん、
これだけのことを考えると全然美味しいんですけどね。このメジャーリザーブね、いくらぐらいかな、まだ2300円とか2500円以内ぐらいでは残ってるとこ結構ありますので、まあ今のうちにちょっと買っときたいなっていう方はね、ぜひ、買ってみてください。まあこのグレン・グラントのねポジションがアルボラリスになったということで、まあこっちの方がちょっとやっぱり高級感あって、なんかいろんな面での満足感はあるんじゃないかなとは思いましたね。何にせよ、去年はね、グレン・グラント相当こう好調だったようなので、今年もねプロモーション次第では、相当売れるんじゃないかなと思いました、はい、それではまた。